勝ちました完璧な試合運びを見せてくれました北澤さん本日のゲームいかがでしたかジェニットとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ今日の結果をうまく次につなげていきたいですよねうーんそうですねえー、そろそろお別れの時間となります本日の試合解説には 北沢剛さんをお招きしてお送りいたしました。北沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ゼニトが三対零で、見事な勝利を収めています。